明治安田 J1、町田2の2浦は、31日、国立競技場、首位の町田はヘグも監督解任後の初戦となった浦和と引き分けた。ラストプレーで同点に追いつく意地を見せたが、今季ここまで2戦2敗だった、苦手の国立競技場でまたも勝てず。2位の広島が FC 東京に勝ったため、5月19日の東京 V 戦に勝利して首位に立って以来、 約3ヶ月以上守ってきた首位の座を明け渡した。写真、表情が悲しすぎる首位陥落でうつむく黒田監督背後からの視線もちょっと怖い試合後、黒田豪監督は、なかなか勝てなかった国立で2位の広島と首の皮1枚。かなり切迫した中での試合で、もちろん気持ちも入りました。公式記録を見ると17本シュートを打っているんですけど、なかなか入らない。無人でもドフリーでも、 プレッシャーもあるんでしょうけど、シュートを決める技術の無差っていうものが最後まで付きまとったゲームだなと思います。残り9ブし、かなり過酷な終盤に入っていくけど、もう一度顔を上げて自分たちのサッカーができるように強い気持ちを持って臨んでいきたいと話した。相手の浦和は27日にヘグモ監督が解任されてから初の試合で池田信康コーチ、54、が暫定的に指揮を取った。 7月には、ハリー・キューエル監督解任後の新生横浜 M に同じく国立競技場で1-2と敗れていただけに、同じトールは踏まないようにしたい一戦だった。前半、町田は両サイドからのクロスで何度もチャンスを作る。20分には DF 中山のロングフィードからを受けた DF 持続が中央へ低いクロス。これが FW 藤尾に通るも、シュートは枠を外れた。すると37分。 FK のクロスから FW 関根に決められて先制を許した。追いかける展開となったが後半4分に f w o ンのゴールで追いつく。その後も町田は猛攻を続けチャンスを作るが、ゴールネットを揺らせない。決めきれない嫌な流れが続いた中、42分に痛恨の失点。万事休すかと思われたが、 後半追加タイムのラストプレーで FWA 力が同点ゴールを決めて追いついた。